今日は MMA において、やっといた方がいいワークアウトを紹介します。先日の平松選手対、萩原選手の試合を見て、やっぱり全然平松選手が、ブリッジが弱い、ブリッジもエビもちょっとできてなかったんで、組んでくるときは相手はもう密着しようとしてくるんで、それを、突き放す力が必要になってきます。もちろんパワーが、重要になってくるんで、もちろんずっと使ってると、すぐバテてくるんで、この一瞬のパッパッと突き放すパワー、今日は特にグラウンドで、相手との間にしっかり、ブリッジで隙間を作る、空間スペースを作れば、足を入れたり、体勢を戻すことができる。また打撃の選手なら空間を作れば、打撃も入れていくことができるん で、最初に紹介するのは、下、上取られて下になって、そこから、ブリッジで爆発的に相手を押し上げる、その力の強化をやっていきます。で、最初はグルーターブリッジとフロアプレーです。しっかりお尻とハムストリングスの筋肉を使って押し上げながら、プレス同時にやっていきます。足はやや開いて、自分が一番力の入りやすい位置、そして手幅はしっかり脇を締めた状態、実践と同じような感じですね。脇が開いてたら、腕取られたり足回されて三角取られたりするんで、しっかり脇を締めたところから、だからやや手幅は狭めで行っていきます。なるべく自分と同じぐらいの体重で3から5レップ、なるべく爆発的な動きを意識しながら行っていきましょう。これは実践で使えるパワーの強化なんで、ウエイトトレーニングのようにネガティブを効かしながら殺そうと思わなくて大丈夫です。こういうトレーニングは上げる段階に全集中してバンと一気に爆発的にやるようにしてください。3から6セットまでやって大丈夫です。より実践的にやる場合は、ダンベルを使って、相手マウントを乗ってきたのをしっかり浮かすことができるように、ニュートラルグリップで、大体腰の位置から、脇を開いた位置じゃなく、しっかり閉じたところから、アンダーハンドグリップでしっかり上に押し上げるようになっても大丈夫です。フロアプレスは、パワーラックなどにしてやると非常にやりやすいと思います。さっきは上半身のプレス重視でしたけど、今度は下半身しっかりブリッジで押し上げるパワーを強化します。足はしっかり踏ん張りが効いて力が入りやすい位置、そして手はバーベルが顔の方に来ないようにしっかり押さえて、でブリッジで上げていきます。これもなるべく爆発的な動作で上げるようにしてください。で、
ステップ数は3から5、セット数は先ほど同様3から6セットまでやって大丈夫です。重量が重くなってきて、当たるところが痛い場合は、まあ、クッションになるものをつけたり、まあ、タオル巻いたりするだけでも全然違うのでやってみてください。まあ、今の2種目を強化するだけで、まあ、上に乗られてもブリッジの際非常に、まあ今までより軽く感じると思います。まあ、上に乗ってる相手を、吹き飛ばすぐらいのイメージを持って行ってください。で、今のグルタンブリッジは、ヒップスラストでも代用することができます。まあ、実践じゃあさっきみたいに、背中をついた状態で上げていくんで、まあ、より実践向きというか、イメージしやすいですけど、こっちのヒップスラストの方では、より可動域を大きく、まあ、お尻ハムストリングストレッチかけることができるんで、まあ、より多くの筋繊維動員して鍛えることができます。あと蹴って突き放す力も、重要なんで、ランドマインを使ったジャンプスクワット、これで鍛えていきます。しっかり思いっきり地面を蹴って、ジャンプしてください。ランドマインを使えば、腰に不要な負担をかけることなく、ジャンプスクワットを行うことができます。バーベルを担いだりダンベルを持ってやると背中着地の瞬間とか非常に丸まりやすくて、まあ、腰に不要な負担をかけることになるのでランドマインはおすすめです。ラストはデッドプッシュアップ、胸をつけて手を浮かしたところから体を一気に押し上げていきます。これは相手に、密着されてこのゼロのところからバンとパワーを生み出す、まあ、自分の体重自体重でできる、簡単なワークアウトです。自分の体が浮くぐらい、突き放しましょう。できない人は、膝ついた状態で大丈夫です。これは5から10レップで、3から5セット行ってください。今日紹介したのは、まあ、MMA において非常に、まあ、有用な使えるバックアウトなので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。